高尾正樹は、兵庫県出身の空手屋。空手道高尾道場の代表、師範である。段位は5段。兵庫県姫路市出身。1985年、極新会館兵庫支部中村道場に入門。世界大会に連覇を成し遂げた中村誠師範の下、2年後に初段を取得。1987年、第3回全関西空手道選手権。 大会高校生の部にて優勝を飾る。高校卒業後は、サラリーマンとして会社勤務し、その後転勤のため局新会館奈良支部へ席を移す。社会人として全日本、全世界大会に出場し、幾多の大会で上位入賞を重ね、サラリーマンから手や関西の風雲児と称される。兵庫、奈良の両支部にて、市販代を務め、百九十八年、 会社を退社し、極神会館大阪東支部の支部長に就任。少年部、一般部ともに全日本、国際大会で活躍する選手を多数輩出する。また、現役選手としても、世界大会の日本代表に4度選出され、活躍する。現在は、極神会館を体感空手道高尾道場師範として、 武道としての空手道を追求し、今なおまの強さを求め自己の修行に励む。第3回全関西空手道選手権、大会高校生の武優勝第28回、全日本空手道選手権大会第4位、第1回世界ウェイト制空手道選手権、大会重量級、第4位、第29回全日本空手道選手権大会第7、1998年、パリ、 空手ワールドカップ日本代表団体優勝第20回、全日本ウェイト制空手道選手権大会重量級、第4位、第6回、第8回全世界空手道選手権大会日本、代表、ありがとうございます。